ただいま、サムネ撮影中でございます。カノックスターかなみたいな感じのサムネ方みたいな。できないものでございます。はい、カノックスター。なんなもです。今日の動画は、登録者様20万人記念、爆上がり感謝祭でーす。乾杯するので、今すぐちょっと飲み物を持ってきてください。未成年の方はお酒を、成人の方は水を。早く取ってきなー。リスナー様からいただいたこのお姫コップでね。乾杯。あーとんでもねえな。伊勢丹でクリスマスですか、ご家族用ですか、恋人用ですか、カップル用ですかみたいな感じで、店員に聞かれて、いえ、20万人です。って言ったよね。いた客とはこのこと。うまい。え、待って、嫌な予感するんだけど、待って。クランベリーって書いてあるな。俺、中にクランベリー入ったら食えないよ。俺、甘党は甘党なんだけど、果物が食べれないから、中に果物が入ったら終わり。ご開帳していきたいと思います。ね、こうやって食べるもんじゃないよね。ちょっと、パティシエが号泣してね、今、果物も入ってるのか、食べ物を済ませてしないで、つって。大丈夫、入ってないっぽい。ね、僕のリスナーって多分、ケーキとか買う財産ないと思いますからね。僕が代わりに、こういうものを食べてね、少しでも食べた気になれたら嬉しいですよね、本当に。水道水でも飲んでな。ね、僕のリスナーってみんな、水道水に片栗粉を入れて、冷やして、なんかゼリーみたいなのを作って食べてるのみんな、かわいそうだよね、みんな。ね、だから僕がみんなの代わりにね、いっぱいケーキ食べてあげる。うまい。俺なんか小学生の時になんか友達の貧乏人、貧乏人であんまり言わない方がいいです。団地住まいの方々がね。なんか1丁目、2丁目、3丁目、4丁目みたいな感じで分かれてて、その、なんか貧富の差がその何丁目かによっても明らかに変わるの。貧富の差顕著だったんだな、僕の小学校ってっていうのが今になって最近気づいたんだけど、僕が住んでる丁目が、その僕が住んでる丁目が、持ち家を持ってる方、一軒家に住んでる方々の、どちらかというとお金を持ってる方々。PTA 会長とかなる感じの家の方々は、この僕が住んでるところに住んでたんだけどね。3丁目、4丁目とかは、みんな団地住まいであんまりお金を持ってなかった方々なのね。だからその差が半端ないんだよね。その小学生ながらに、その2丁目、3丁目とかに住んでる方々の食べ物がすごいおしゃれでね、よもぎ団子みたいなものをいつも食べてたの。まあ、うちんち今日の朝食よもぎ団子だったんだみたいなことを言ってて、すんごいおしゃんティーみたいなもん。伊勢丹のトライとかで買いました。小学生の中に、あ、おしゃんティーだな、俺んちなんておやつなんていう文化ねえぜとか思いながら、よもぎ団子素敵とか思ったんだけど、大学ぐらいになって最近ようやく気づいたんだけど、よもぎってあれ拾えるのね。僕がおしゃれだな、羨ましいなって思ったよもぎ団子は、道端で拾ったよもぎをこねて作ってるっていう、貧しい人たちの知恵だったんですね。感服。え、20万人突破で何する？すごいよね。もう俺お腹いっぱいだわ。一口食べて。なんか人生損してる。小食って本当に人生損してるからね。いっぱい食べるといえば、なんかちょっと面白い話あった。東京帰るからそろそろ。ね、京都本当にお世話になりました。みたいな感じで。もう京都ラストってことで動画撮ろうかなと思ってんだよね。さらば京都みたいな感じで。京都住民の方々ありがとうね。今までお世話になりました。なってないけどね。京都にいる穴子が好きだったのに、みたいな感じの意見、ほんと絶対言わないで。俺京都らしい動画なんて1、2本ぐらいしか撮ってないんだからね。僕はもともと東京済みなの。シティボーイなの。京都なんていう田舎府民と一緒にしないでちょうだいって感じ。何が目的だよ、20万人記念で俺も。京都の人口ってどれくらい？ 20 万人って俺ワンチャン京都の人口ぐらいいいんじゃない？京都人口147万人。何の話だっけ？だ恥をかいた話か。京都ラストっていうことで、東京から逃げるために俺京都行ったから、生活を充実させるなんていう気持ちがこの4年間なかったわけね。まあ5年間なんだけど、気まずいよね。だからその5年間、本当にただぼっちをさせてもらったっていう感じなんだけど、僕にとってぼっちって贅沢な話だからね。ぼっちでいることに固執するあまり、なんか京都を楽しんでなかったのよ。金閣寺なんて一回も行ってないし、深夜の2年坂3年坂僕大好きなんだけど、俺京都住みならこそできるコンテンツ見つけたわ。深夜の2年坂3年坂。みんなが修学旅行で行ってる京都の周りは深夜はどんな感じなのかみたいな感じで動画撮れるね。あんまり撮る気ないんだけどね。うん、寒いし今舐めてんの？こー何の話だっけ？で、今になって京都ならではの店みたいなものをね、一人で回ってるわけよ。あそこ行っとけばよかったみたいなこと思わないように、友達もいないから一人でいろんなコソ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 行ってるんだけどね。最近行ったのはそのエースカフェってところがあるんだけど、そのエースカフェって最高だったね。京都ってね、建物の高さが高いの作っちゃいけないから、景観を守るバカみたいなルールがあるんだけど、まあ思うほどの景観、京都市内ありますかみたいな感じなんだけど、正直ね。まあこんなこと言ったらもう本当に京都市内にぶち殺されるから言わないんだけど、あんまり。うん、そもそもだから京都駅っていうものを作ってる時点で、景観クソもないんじゃないかみたいなので、あんまり高い建物がないから、ビューを楽しめるレストランみたいなのってあんまり少ないんだけど、そのエースカフェってところは最高だから、京都のカップルは今すぐエースカフェに行きなさい。とある建物の10階にあって、なんかもうエースカフェの話はどうでもいいわ。もうね、僕が行ったことないところに店にぶち込んでいますみたいな感じで、居酒屋に入ったんだけど、その居酒屋に座った瞬間に、じゃあ今日のコースはって言われたのね。コースね、少しいい店に入っちまったぜ、一人でって感じでね。そう。何飲んでんのてめえ。何の話したんだっけ？だからちょっとおしゃれな居酒屋で、周りでカップルでパパ活だらけ。このクリスマスの時期もあるからですよね。不倫してる方々のクリスマスは26日だからね。何の話だっけね。なんか周りからカップルでパパ活だらけ、なんかちょっといい店に入って、正直バイトのコースでしますかみたいなこと言われて、あ、殺してくんねえかなっていうふうに思ったんだけど、あ、店間違えたしと思ったんだけど、一番高いコースでって、まあ、調子乗って行ったんだけどもね、うん、3万ぐらいした。バカかと思った。ここからはちょっともしかしたら怒られるかもしれないんだけど、てかもしかしたらずっとみんな怒ってるかもしれないんだけど、店員さんに対する態度っていいか悪いかって言われたら最悪だってずっと結構言ってると思うんだけど、あんまり僕店員さんに対する態度良くないのよ。イヤホンつけながら、うん、はいはいはい、もう加点してくださいみたいな感じで、もう喋りかけてこないでみたいな感じの態度を取ってたんだけど、なんか店員さんが突然なんかアレルギーを僕に聞いてきたの。アレルギー、アレルギー、今から世間話始めるつもりみたいな感じで、え、何のつもりだって思ったんだけど、うん、僕結構アレルギー小松菜とかね、なんか猫アレルギーとか、果物全般ちょっとだけアレルギーだし、カズクがね、昔猫を拾ってきて、その猫を拾った瞬間に自分の猫アレルギーを発覚して、もう地獄みたいな時間、地獄とか言っちゃったらダメだな、本当に。すいません、本当にすいません。猫は僕大好きでした。正直もう名前あんまり覚えてないけど。確か、ミーちゃんかミミちゃんだったんだよね。まあ同じようなもんじゃん。だから、
その猫を拾った瞬間に、ね、もう僕は猫アレルギーが発症して目が爆発するっていう事件があったんだけども、ここからみんな察したと思うんだけど、さっき世間話かみたいなこと僕バカみたいに言ったと思うんだけど、世間話なわけがねえんだわな。コース料理だから食品が決まってるから、あのアレルギーがあったら甲殻類アレルギーの方になんかコースの中になんか小エビとか入ってたらちょっとあげられないから、ちょっとしたお高い店だったら言うに決まってるじゃないですか。俺それが分かんなくて世間話かと思ったのね。なんでこの人僕のアレルギーに興味があるんだろう、僕の個人データになんか興味があるの、なんかターミネーターみたいな感じで思ったんだけど、食べ物店員さんは多分絶対なんか食べ物のアレルギーはありますかみたいな、甲殻類だったら甲殻エビは控えますみたいなこと言いたかったんですよね。だから僕に対してなんか食べ物にアレルギーはありますかって僕店員さんに聞かれて、僕はそれが分からずに猫アレルギーでしてたんですよ。最悪だ、本当に最悪。店員さんもドン引き、この人はもしかして猫を食べ物として換算してるのかなみたいな。死にてえぜ。俺その時気づかなくて、世間話の猫アレルギーなんだよね、あなたももしかして猫アレルギー気が合うねみたいな感じの世間話をおっぴろげるのかと思ったんだけど、やばい民族っていうかやばい宗教の方々のか、なんか猫の魂は100個あるとか言うからさ、その猫を食うことで不老不死を狙ってる民族みたいな感じで思ったかもしれないんだけど、なんかドン引きして帰ってたの。そのドン引きして帰っていった10分後ぐらいに僕気づいたの、食べ物の話だった。食べ物のアレルギーありますかって聞いて、僕猫ですってことだ。あ、めってめって、これ花エッチ、ようやく届いたんだね。今日びっくりしたよね、これ届いた時。なんか何もアマゾン頼んでるのに一気にピンポンで、 NHK だったらボコボコにしようかなみたいな感じで思ったんだけど、ドア開けたら代引きで2万円ですとか言われて、 What? テロかなって思ったよ。2万、代引きで急に2万って言われた大学生の心情わかりますか皆さん。着心地最高、いい感じのパジャマですね。このアレルギーを申告するか申告しないか問題って結構根深いというかさ、どの病院でもさ、アレルギーは持ってますかみたいなことさ、聞かれるじゃん。その病院の種類ごとに、このアレルギーは書かないかちょっと迷う時あるじゃないですか。僕は小松菜アレルギーみたいなところがちょっとあるの、うん、絶対お前は小松菜なんと結婚するなみたいな感じで、つまんなこと言っちゃった。てか、菅田将暉のオーナーってもう終わるね。びっくり。ある時僕は眼科にいたわけですね。その眼科でアレルギーはありますかって言われたのね。眼科的なアレルギーって言ったらやっぱ猫とかさ、花粉とかあるかもしれないけど、小松菜を果たして書くか迷いどころだよ。眼科の問診票のアレルギー欄に、小松菜アレルギーですっていうの、なんか、バカかこいつでも、なんか、なんだ、なんかバカみたいじゃない。そんな話はどうでもいいんだみたいな感じで思われそうじゃない。皆さんは眼科に行った時に小松菜アレルギーは書きますか書けませんか。応募したいと思います。しませんけど。こっ、あー、やめて。てか、花江市で思い出したけどさ、バイオハザードのさ、最後の話でさ、花江さんの YouTube のコメントなんか初めて荒れてるのを見たって、荒れてるってことでもないんだけどさ、ね、カプコンさんの都合上最後まで映さなかったところに対してなんか、残念ですみたいなちょっと嫌みったらしいコメントが多くて、嫌だなって思ったよね。なんか最後の感動的な場面でケンシオさんがさ、ちょっと茶化すような発言をして、最後の感動的な場面だからそういうのは茶化すのは良くないと思います。残念ですみたいな、その残念ですって言い方、ちょっと嫌みったらしいよね。初めて花江くんのさ、コメントなんかちょっと荒れてんなと思って感慨深い気持ちになった。登録者が20万人ということでさ、てかさ、史上初じゃない、登録者20万人いってんのに案件が一個も来ない人間、史上初じゃない。案件って3万人とかじゃないよ、5000人とかの YouTuber にも案件って行くの。俺来ないからね、言っとくけど、企業舐めてんのって思うよ。てかぶっちゃけたこと言うと、僕は自分でなんか案件が来ない YouTuber って自分で言うのはちょっと面白いけどさ、あんたらにね、七尾は案件が来ない系 YouTuber みたいな感じでなんか Twitter でフィーチャーされてバカにされてると、ちょっと表出ますね。ちょっとここで僕のプライドのためにね、一言言わせてほしい。案件はちょくちょく来てんの。でもリスナーを騙したくないっていうか、なんか告知である案件である面白くない動画は絶対僕出したくないのね。案件の正規の信憑性とか正直どうでもいい。で、案件で僕どうやって面白い動画を撮ろうかと思ったら、案件七尾っていう風にタイトルが付けたかったのね。あの七尾が案件やってるぞみたいな感じで、それで皆さんも笑ってくれるかなと思ったから、案件の場合はタイトルに案件七尾をつけてもいい企業さんだけ案件は受け付けますみたいな感じで、本当に粉まきのね、天使の粉まきみたいな感じの。そしたら案の定案件が一個も来ない状況なんだけど。案件が来ないんじゃないの、僕が案件を選別しているの、わかりますか皆さん。負け犬の遠吠えみたいな感じがするから、ちょっとプライドのために言わせてもらいますと、言ってしまえば僕あれ学祭の招待だって来たから、とある大学の学園祭に七尾さん来てくれませんかって言われたことありますからね。僕断りましたけども、オタッキーなね、ちょっと教室の隅にいる 2,3 人が呼ぼうかみたいな感じで盛り上がってくれて、 2,3 人だけが盛り上がってここまで発案したみたいな感じだからさ、多分実際僕が我が物顔でね、呼ばれたから来ました、七尾でーすみたいな、七節の方いますかみたいな感じで舞台上に上がったら、絶対なんだあの喋るもワイズはみたいな感じで思われちゃうから、多分一部でしか盛り上がってないのに僕がいたら本当に恥をかくと言いますか、多分恥をかくどころか、もう学祭全体になんか迷惑かけるなと思ったから、てかそもそもだけど学祭で俺がいて何をするって感じだよ。で、終わりだからね。これでギャラもらって帰るからね、俺。僕が大学名公表したら、その大学のさ、学園祭呼んでもらえるかな。近々多分ね、僕ね、大学名がね、正式に公表されます。スルスル詐欺ではなく、これは本当に正式に決まってしまったことなので、お楽しみにね。あの大学かな、あの大学かな、もしかして、龍谷大学みたいな感じでね、はるか昔の動画で俺なんか龍谷大学をバカにするような動画撮った気がするんだけど、気のせいでしょ。気のせいかな。今後の目標を語っていこうよ。20万人記念で僕が血迷い時代に出していた動画を一個解放する。あ、ダメだ。俺削除してあるわ、血迷い動画。俺過去の血迷いの動画、俺、ウームさんで見られるのも恥ずかしくって、ウームに入ると
同時にあのアーカイブから削除するっていう、そこまで徹底した黒歴史を削除するっていう行動だから、うん、サムネだけでも見せようかな。てかさ、この20万人行くときにやっぱりいっぱい来たわけですよ。七尾さんが登録者2万人ぐらいの時から見てますみたいな、本当に可愛らしいコメントがいっぱい来たので、みんなありがとうねと思ったんだけど、その中に時々ね、悪いことなわけがないからね、勘違いブスのなんか負けの逃亡だと思って聞いてくださいね。登録者が1000人以下の時から私見てますみたいな感じのコメントが来るわけですよね。気をつけてね。なわけがないんだよ。登録者が1000人以下の時から見てる人はいないの。なんでかは言えねえ。多分 YouTube さんに怒られちゃうから。1000人以下の時から応援してくれてる人間は僕ね、多分全員把握してんの。ナノさんを1000人以下の時から応援してる子さんですみたいな可愛らしいコメントで見て、その人のプロフィールを見てみると、井口武雄教えて書いてあったから、あ、僕は1000人以下の時に声優さんの話なんて一言もしてませんからね僕、うん、あの僕が最初の1年間って本当にヤバい血迷いをしてたわけですよね。ナノさんが血迷ってた時期っていう風にあんまり言葉にできないぐらい、僕のあんまり表で言っちゃいけないぐらい血迷ってたのに。なんかやかましいね。俺ごときがさ、なんか俺の子さんアピールで僕の周りのリスナーと張り合うのはやめてみたいな、なんかそういうアイドルみたいなこと言っちゃいます。僕言いません、ごめんなさい、調子こきました、すいません。てかみんなごめんね。なんか爆弾処理の動画僕さ消しちゃったじゃん。父からこの動画は非公開にしてくれって言われちゃったから、なんか非公開にしてるっていうテンション感もわからずに、 YouTube やってることがお呼ばれしましたみたいなことはさ、なんか適当に言ってるから。あの動画ってなんか1日でもう12万回再生ぐらい回ったから、もう僕のリスナーみんな見てるものかと思ったんだけど、意外と見てない子が多くて、僕が急に動画でなんかお呼ばれしましたみたいなこと言ったからさ、七尾さんいつの間にみたいな感じで、私たち知らないんだけどみたいな感じの子もいたからさ、ここで言わせてもらうと、僕あの YouTube やってることをお呼ばれしました、はい、自分から僕言いました、はい、一応僕親に許可取ってね、あのカメラ回しますからね、顔にモザイクつけますいいですかみたいな許可を取って、あの動画を撮影したのに2日ぐらい編集かけて動画作って、で公開して1日で高評価1万いったぜみたいな感じで、ありがとうねみんなってこと思ってたと矢先に父から動画を消せ、そのメールを受け取った瞬間に僕新幹線で東京に行かなくちゃいけなかったわけですよ。ウームとの会議があったからね。でそれすんごいテンション下がった状態でウームに行って、 YouTube やってるっていう事実を受け止めてくれたけど、実際動画を見たら還暦超えたのかな、あの人わかんないわ。僕のお父さん何歳なんだろうあの人。どうでもいいんだけど、僕の動画をひとしきり見た挙句にブチ切れたのかなと思ったら、ああまためんどくせえぜと思って、ただ20万人いった瞬間に父からメールでね、20万人おめでとうってメールが来たの。言うじゃんって思った。強烈って。2022年の目標ですね。七尾ランキングに乗る、上半期下半期みたいな感じでさ、コムドットさんがなんか総なめしましたみたいな感じのねランキングがあると思うんだけど、そこのね10位ぐらいに食い込みません？みんな頑張って。中高生に人気な YouTuber トップ10の10位に入ること、みんなならいけるよ、頑張って。で流行語を作るハリーポッターギャルだから ねハリーポッターギャル、俺親に見られてんのかな。ハリーポッターギャルを見られて死んでないってだけで、みんな僕のチャンネル登録してほしいんだけど。あ、死にたいな。僕の言葉でなんかキャッチーな言葉あったっけ？なんかハリーポッターギャルのアバタケ案件、うざいやつに対して、あーこいつはもうアバタケ案件だわみたいな感じで、あ、流行語いけるよアバタケ案件で。あ、意味プーさんわけピクリともキャッチーだよね。でも正直あれは僕発祥じゃないから、まあ誰が言ったかって言っても多分正直誰もわかんないと思うんだけど、僕発祥と言っても過言ではないのではないでしょうか。2022年の皆さんの目標は、ツイッターと学校とかで意味プーさんわけピクリと、あとアバタケ案件っていう言葉を使いまくってください。で流行語大賞に僕が乗ります。姉からアスランザラのプレイをしてくださいみたいなリクエストが来たんだけど。死ねえから、うん、僕キラ派だから、うん、もっと言ってしまえばかがり推しだからね。僕の姉はすごいガンダム推しのデスティニーが好きだったなっていう印象があるんだけど、その中でもね、あの鈴村さんの恋人ルナマリアじゃない方、ステラだっけ、もうすごいステラが好きだったイメージがあったんですよね。僕はやっぱりガンダムの中でかがりが好きだったから、そのかがりがねデスティニーの時は本当に無能で、てめえ本当になんか人の名前呼ぶことしかできないじゃないかみたいな、ね、アスランシンキラーしか言わないからね。ガンダム推しのデスティニーのかがりシードの時はもう種持ちだったのにさ、ガンダム推しのデスティニーってのは本当にもう人の名前呼ぶことしかできなかった無能になってたからさ。てか本当にさ、星さんって面白いよね。名作のさ主演とかやってんのにさ、星さんってあの林原めぐみさんのラジオのなんか相方やってるんだけども、林原めぐみさんのラジオだったら下っ端も下っ端みたいな感じになると、林原めぐみさんのラジオの文字起こしでなんだろ、高山みなみさんとか、あとアスカの声優さんとかがさ、林原めぐみさんのラジオにその二人がゲストで来た時とかね、なんかその文字起こしが結構 YouTube に流れたりするじゃないですか。その時にね、あのエヴァだとするとその、 あのアイアナミとアスカのアイコンになんか文字起こしみたいな感じが並んで、なんか二人がトークしてるみたいな感じで文字起こしに出てくるんだけど、文字起こしってあんまり無断転載だからこんな YouTube で堂々と喋るのやめてくださいみたいな感じで言われるかもしれないけど、それでなんか二人が喋ってるみたいな感じになるんだけど、途中でねなんかアイコンもない灰色の文字でね、なんか第三者が喋ってくるわけですよね。何なんだろうこの人はみたいな感じでね、アイコンもなしで急になんかさ喋ってきてる、なんか放送作家が食い込んできたのかなみたいな感じで、なんか素人らしいというと、なんか坂本さんとかそこら辺放送作家が割り込んできたのかなと思ったら、なんとその人星さんみたいな感じでね、星さんもアイコンも作ってもらえないのみたいな。いや何の動画だっけこれ、そろそろお開きにしますか、喋りすぎですということで、20万人ありがとうございました。20万人記念でみんなオフ会やってくださいとかよく言われるんだけど、オフ会は正直本当にできることがなければだけやって、なんか3万円もらうみたいな感じのオフ会社多分できないと思いますから、もしかしたらみんなに会えるかもしれないという期間がね作れる疑惑がありますので、みんなが望めるかもしれませんけどもね、この動画の次の日多分重要な動画が上がると思う、その動画を皆さんぜひ見てください。何だったんだろうこの動画。20万人本当にありがとうございました。また30万人に向けて本当に頑張ります、精進します。それでは今回の動画以上になります。チャンネル登録高評価コメント付けてください。ありがとうございます。ナナコ絶賛中です。概要欄からチェックしてね。ナナコ式ツイッター、インスタグラムはトイレとかじゃない方の腹痛です。それではまた来週も見てくださいね。じゃんけんぽん。